Welcome back to more Guilty Gear Sign. So we are wrapping things up here, I think. I believe there's a total of 10 chapters in total, and each chapter has two parts. So we are on Chapter 9, Part A, Maelstrom. から西の塔にかけてのエリアを防衛してくれ。私の作業を妨害する者が現れた時は排除を頼む。はい、承知した。任せろ。ってエルに戦うのか。いや、エルドンは不測の事態が起きた時の保険だ。特殊な知識がいるやもしれん。頑張ります。ところで最後になったが、あ、イリュリア城は加速したセントエルムのエネルギーを想定して作られてはいない。おそらく油田内の影響が出て、作戦時にこの建物は吹き飛ぶだろう。はあ、各位の健闘を祈る。さあ、落雷まで時間がない。急ぐぞ。ついにこの瞬間が来た。まあ、長い年月を費やしたが、この5日間が最も長かった気がする。やはり人間は新たな経験を実感することによって人生に深みを得ている。これでよく分かった。だがここまで来ればもはや我々の勝利は確定的だ。パラダイムが何をしよう。お前が勝利を確信するとは珍しい。この作戦には見えぬところに二重三重の保険がある。仮にそれに気づいていたとしても我々の切り札はまだある。そうか。でも私も約束された勝利のために最後の爪を手伝いに。ああ、頼む。クロノス。ん？もし私が命を落とすことになっても許してほしい。残りの重責を全て君たちに押し付けて私だけが先に楽になってしまう。みんな覚悟の上だ。先に天井でバルディアスとのチャレは何だ。アクソス。リブラリ、君にもいろいろと申し訳ないことをした。付き合わせてしまったことを後悔した。いい、私も使徒の端くれですもの。もう覚悟はできたわ。来世は。高熱源反応と異常変化を観測。直上です。ジャスティス、限界します。
分と早い。ジャスティス、西の塔に取り付きました。くっ、のエネルギー供給が始まっている。どういうことだ。そうか、キャパシターにすでにあったのか。フレデリック、すまん、当てが外れた。クルムスはジャスティスの肉体起動より先に魂の融合を完結させるつもりだ。敵の動きが予想より早かったようですね。ここまで来たら俺たちにできることはドクターを信じることだけだ。下手に焦らない方がいいだろう。あこうしてまたお前と戦場に立つ日が来るとはな。ああ、聖戦終結後に一度道を分かったが、今こうして失政者として再会し、また共に剣を振るっている。それが運命なのか、あるいは互いに成長がないかだな。確かに。なあ、二人は友達なのか。友達か、いや恩人かな。え、俺はな、天才だったんだ。ガキの頃から神童と呼ばれ、事実剣術も法力も俺とまともに勝負になるやつはいなかった。こいつと出会うまではな、最初は訳が分からなかったよ。自分より天才がいるなんてことは考えたこともなかったからな。しかも正義だのなんだのって青くせえことばかり抜かしやがる野郎と来たもんだ。それまでの俺は自分にできて他人ができないことは蔑んでいた。ダメなやつだとレッテルを貼りまくってきた。しかし甲斐が現れてその立場は逆転したんだ。ところがこいつは蔑むどころか手を差し伸べてきやがった。共に腕を競い高みを目指そうとか言いやがってな。あれはムカついたね。甲斐からしたら友情のようなことだったんだろうが、俺には勝利宣言されているように見えた。そうだったのか。そうだ。だからせめて気持ちでは負けまいと俺の辞書のバンビーノのところに甲斐の名前を刻んだんだ。俺の辞書。10年越しに私のあだ名の由来が分かったよ。もうそんな呼び方もできんがね。そうして必死に強がってたら俺は案外いい男に仕上がってた。俺が俺自身を褒めてやれるようなスーパー偉いやつだな。レオ、もっともこっちの成績は未だに C マイナスのままだがな。どうした。元老院は肉体よりも魂の融合を優先したと言ったが。ああ、それはつまり元老院の意思はジャスティスの意思として発信できるということになるのか。そうなるが、まさか。なんだよ。どうしたんだよ。かつてジャスティスは自らの意志でギアたちを自由に操り統率していた。つまりギア細胞を有した生物はジャスティスの命令に従うようにできている。ね、念のための確認だが、イリュリア首都に配備されているオーパスの数は およそ1200だ。全世界的に8割方配備が完了しているが、首都は最も早い時期に